ここは行徳野鳥観察者行徳湿地です。今ずっと向こうの、中の道路を歩いてきて、なかなか、緑のトンネルになっていて気持ちいいところです。それでこの左に人が広がっているのが行徳湿地です。宮内庁の鴨場ともつながっています。ここの野鳥観察者という県の、建物が廃止されるというので今大きな問題になっています。今日は、その野鳥観察者の友の会というのがあるのですが、そこの皆さん方からお話を聞くためにやってまいりました。こういう自然、そしてそれを実際に、観察をし、みんなの共有の財産にしていく大事な役割を負っています。これが、行徳野鳥観察者です。入れなくなってしまっています。まだもちろん廃止にはなっていないのですが、昨年、耐震診断、地震の診断を行いまして、耐震強度がないという、ことで危険なのでとりあえず休止ということになってしまいました。全国でも有数のものと言われています。草分け的な存在ですね。こちらが野鳥観察者の隣にある、野鳥病院です。傷ついた鳥たちをここで保護して、自然に返すというものですね。今も中に鳥たちがいますね。こういう取り組みをやっているのがここの特徴だそうです。おお、フクロウなんかもいますね。お、ほい、あ、向いた向いた、こんにちは。で、お、おお、なんでしょう。あっちにも。はい、これが野鳥病院です。これこの状態？そうなんです。流れないで。なもんで、ちょっと今もあの揺れもっていうらしいんですけど、そこになんかこうちょっと浮いてる。浮いてますよね。はい。あれが結構今度腐っちゃって。そうすると非常にこう小枝目みたいな匂いをしてくるんですよ。やっぱ匂うんだ。でそれが今問題になってる。やっぱ問題になってる。はい。これだって全然流れてないですもんね。はい、で時折こう雨が降るとわーっと流れてて、でまた揺れ藻が出てきて、まあ揺れ藻はね、水の中の汚れをこうたくさん消費してってくれてるんでしょうけども、結局またそれが腐っても、っていうのを繰り返してるみたいですね。でもすごいですね、やっぱりね、角度が大事なんですね、見る。そうですね、本当にこれ下からだとこの日型の良さちょっと見えないんで、あの鳥型見えないですよね。はい。なもんでやっぱりあんなところにそんなに生き物がいるのって分かんない人がほとんどじゃないですか。だからちょっとこうご案内させてもらうと、あ、すごいっつってみんな喜んでくれるんですよね。驚きますよね。はい、あれ観察会であの泥干潟の近くまで歩けるんですか？はい、ですね、手前ではないんですけど奥のところは行けます。あ、奥の方ね、はい、そこで結構見ていただいて、あそこから入っていくんですもんね。はい、スズシとか青地って小鳥なんかなんですけど、それなんかはもうすっきりしちゃうと来なくなっちゃう。だからそれぞれの状況に応じた鳥が、はいはい、あ、でもいい感じですね、こういうのもね。本当に
一番人気は川澄なんですあ、川澄ここにいるの？はい、あの丸浜川に、秋から冬が多いんですけど、はい、行徳湿地の中に野球部員で入ってきています。手当てしてやった赤抜き？違いますね。はい、この場所は観察会の時などしか、入れないことになっています。でここが一番、まあ、どん詰まりなんですけど、ここから見れるわ。水道って呼んでるんですけど、あの、まあ、さっき 見えてたところの一部になりますね。大和の佐賀にいますね。これ今引き潮なんですか？そうですね、はい、これ満ち潮だとここまでずっと海水が来るってことですか？はいはい、キラまではもちろん来ないんですけど、そうですね、袋の2段目、3段目ぐらいまでは高いと。あ、そうですか。で今まで、ずっと遊歩道は歩いてきましたけど、はい、その川沿いにちょっと高くなってた部分っていうのが昔の海岸線がそのまま残っていて、で多分そういう場所ももうないと思うんですけども、柵もまだ頑張ってない状態になってますけど、これ昔の堤防でしょ？そうなんです、これもここまで、ここまで海があったんで、行徳の海があったんで、そういうことですね。ここにでもカニもやっぱり面白くて、なんて言うんでしょうかね、それぞれの環境に適したカニが見られていて、泥干潟には大和大阪に、でトビハゼはなんか日本っていうか世界のその分布域の中で、東京湾が一番北に当たる。北限ですよね。そうなん、トビハゼの北限、はい、東京湾が、はい、でここはかなり、そして見やすい、たくさんいる場所になってます、ね。ちょっといろいろ今後、例えばここやっぱり水鳥の、を目的にこう誘致しようということで作られた場所なんですけど、実はどんどん水鳥が減ってきてしまっていて、で代わりにこう林の鳥がどんどん増えてきて、あ、そうなんだ、はい、そういう傾向が見られて、水鳥減られて減ってんの、はい、で今ですね、ここに穴ぼこが開いてるんですけど、あ、ちょっと見えてますね。あれ赤いカニなんですけど、弁慶ガニ。あ、弁慶ガニがいるんだ、はい、あ、いるいる、いますね。で弁慶ガニは少なくとも僕がここに来た時、まあ、20年ぐらい前は、混んじゃった、あんまりいなかったんですけど、うん、ここ5、6年 8年ぐらいですごく目につくようになりましたね。弁慶ガニは大きいですね。はい、この辺もそうなんですよね。あ、うん、これはもう弁慶かな、黒弁慶ガニっていうのがの方が多いんですけど、赤くない方なんですけど、カニが見えてますね、はい、赤弁慶ガニもいるんだ。あ、赤いのが弁慶ガニっていう種類。ああ、ただの弁慶ガニ、はい、お、なんかカニがいっぱいいますね。そうですね、あの辺はもう黒弁慶ガニですね。でもあれでしょ、大雨になったってこれあれでしょ、人為的調整やってるから、はい、溢れるってことはないんでしょ？溢れないですね、流れが速くなってるんだとは思うんですけど、うん、はい、なんかやたら生き物いますね、すごいですね。いや、素晴らしいですね、これはね。これが下池です。下池、この池はもう水枯れることないんですか？
一応水を導入していけば、ああ、そっかそっか、どっかから入ってきてるってことですね、はい、溜まってるだけじゃなくて、やっぱりこのままほっとくとどんどんその手前はあの姫釜なんですけど、あの真ん中に入ってるのが足なんですけど、あれに全部こう覆い尽くされてしまうので、そうするとまあそういうところが必要な生き物ももちろんいるんですけども、あのサギとかシギとかカモとかっていうのは開けた水面が必要なんで、植物の勢いをこう止めるためにあの水をこう殺して重機入れたりとかしながら、そういう植生のコントロールもあります。ああ、なるほどね。そういうこともやってらっしゃるんですね。はい、こういうなんていうか、蛇口をひねると水が出るみたいな感じで、水源地から、あのポンプアップされて、配管を使って各池だったりとか水路に繋がっている状況ですね。この水はどこから流れてきてるんですか？あ、鴨場。いえ、これはまあ、淡水なんですけども、排水機場ですね。あ、から水を送ってるんですよね。はい。常時。そうですね、常時を送ってますね。で、例えばここの池を全部引き上げて、あの、直線の勢いを止めるために、コントロールするって言った時には、この水をまず止めて、出口のところを、エルボっていうこの配管の材料が、90度曲がってる材料があるんですけど、それを例えば傾けることによって、水をこう浅くしたりとか立てることによって、少し水位を上げたりとかっていうのを、で、コントロールしてるんですけども、まあ、外して全部抜いて、そういう作業をしたり。はい。これ、ここがもう色濃くまだ残ってるところなんですけど、実はここまっすぐ、今日ちょっとこうぐるーっと海沿いを来ちゃいましたけど、まっすぐ鴨場のへりに沿って道がついてたんですけども、震災の時にゴーンとこう海側の方に持ってかれて、で空隙ができたんでドーンって向こう側多分下がっちゃったんですよね。ああ、堤防も下がったんですか。あ、堤防というよりはこの土ですね、盛られた土。あ、はいはい、土が下がっちゃった、はい、でそれでちょっとなんかこうこういう地形になってるんですけど、でこの配管今見えちゃってますけども、実はまあそれは当然土の中に入っていて、で、やっぱりこの配管にも影響があって、ボーンとか外れちゃったりとかしてるとかたくさんあって、水供給できなかったんです。なんですけども、実は、そのここの観察者の保護区ができた時に水道管を引いて、そこから淡水をこうの池を作るのに水道の水使おうとしてたらしいんですよ。でところがすごいお金がかかっちゃうとか、そんなことやってもしょうがないだろうってことで、すぐにやめちゃったみたいなんですけど、水道管が生きていて、そこに蛇口があるんですけども、今も水出ないんですけど、あるかな、そこに、なんて言うんでしょうかね、ちょっと管が見えてるんです。 ありますね。あれ古い水道管なんですよ。古い水道管だけ残ってるの、はい、で、あそこにこの、これ、なんて言うんですか、スティーベンジ、これが、もっと向こうに繋がった。あ、すごい。なもんで、それをドーンと外れてしまったので、水がコンコンと湧いて、切れちゃってた時が、しばらく続いちゃったんですけども。で、ここが、先ほど申し上げた、浄化池なんですけども、今、ちょうどあそこ、水車が回ってるんですけども、ドボドボ水が入ってますけど、まず水車池っていう池に水が、入ってきます。で、栄養分に富んでる、まあ、汚れた水なので、それをこの汚れた部分っていうのを、まあ、消費してもらうために、生き物に消費してもらうために、バクテリアとかですね、そういったものが消費しやすいように酸素を送ってあげてるわけなんですけど、それが養生用の水車で、まあ、ある程度酸素を送ってあげて、水が今度、1枚目 の、 浅い池に流れていって、それが今はちょっと枚数が減ってるんですけども、隣の、2枚目に移って、それが次の下に今度降りていって、で下の2枚通過していった後にまた
その3段目の、あの池に行って、浅い池に行って、そこでやっぱり2枚か3枚行った後に、最終的には海に流れていったりとか、あと少し深い池にあの水が溜まるような、そういうようなあの水の流れはになっているような感じですね。なるほど。ただ今ちょっとまた少し問題が出てきてまして、そこのこの縁に生えている黄色いのは違うんですけども、あのちょっと丸っこい葉っぱがたくさん生えてますけど、これ長江ツルノデートっていうブラジル原産の外来種なんですよ。ブラジル、はい、これがちょっとあの問題になりつつあるんですね。あの水面を覆ってしまうということで繁殖力が強いんですね、はい、これは何ですか、こんなの前なかったような感じでした、昔はなかったような感じでした。あ、今その震災の後で、あの池をじゃあ水車で、水に酸素を送り込んでいる。この水は海水なので、リンとか窒素とか有機物がたくさん含まれているんですが、酸素を送り込んで自然の力で、バクテリアなんかの力を借りて水をきれいにしようという試みで、が行われています。素晴らしい自然の知恵ですね。